皆さん、こんにちは。UICC ワールドキャンサーデー2023へようこそ。本セッションは私、吉峰文俊がナビゲーターを務めさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。本日は、雪国新潟からミニシンポジウムをお届けしたいと思います。豪雪中山間地の僻地中核病院と、政令都市のがん診療連携拠点病院がつながる遠隔病理診断で広がる良質ながん診療と題しまして、県立がんセンター新潟病院の佐藤信垣先生、川崎隆先生、そして新潟県立十日町病院の清崎博和先生という県内のがん診療のリーダー3人にご登壇いただきます。がんセンターは日本海側最大の政令指定都市である新潟市に、十日町病院は県境の魚沼医療圏に位置しており、両者は同じ県内であるにもかかわらず移動に2時間近くかかる遠距離関係にあります。それでは本日の、流れについてお話しさせていただきます。最初に、新潟県立がんセンター新潟病院の院長であります佐藤信明先生よりご挨拶をいただき、それからお二人の演者にご講演をいただきます。一演題目として、がん治療の地域格差を埋める試みということで、新潟県立十日町病院副院長の清崎博和先生から、二演題目としまして、遠隔術中迅速病理診断について、県立がんセンター研究部長の川崎隆先生からご講演いただきます。さらに3人の先生方を含めましてディスカッションを行っていただき、最後に佐藤院長よりワールドキャンサーデー2023へのメッセージを頂戴したいと思います。それではよろしくお願い申し上げます。皆さん、こんにちは。新潟県立がんセンター新潟病院の院長の佐藤信明です。ワールドキャンサーデー世界対がんデーは2000年2月4日、パリで開催されたがんサミットから始まった国際対がん連合 UICC の取り組みです。UICC は2022年からの3年間、ワールドキャンサーデーのテーマをクローズザケアギャップ、がん医療のギャップを埋めようとしております。キャンペーンの最初の年であった2022年の目標は、世界中のがん治療における不平等を理解し、みんなで共有することでした。そして2年目にあたる2023年は、志を同じくする人々と声を合わせて行動しようと呼びかけています。世界各地をライトアップする UICC のイベント、ライトアップザワールドと連動して、新潟を含む日本各地のライトアップ映像をオンラインでつなぐとともに、ワールドキャンサーデーセッションも開催されております。今回セッションに、クローズザケアギャップ、がん医療のギャップを埋めようのために、新潟県からは、僻地中核病院と、新潟県がん診療連携拠点病院の当院との、がんの病理診断の距離のギャップを埋めるプロジェクト、遠隔病理診断の取り組みをご紹介いたします。がんの診断治療において、病理検査は欠かせません。特に外科的治療において、必要十分ながんの切除のために、手術中に病理診断が求められることが少なくありません。しかし、病理診断のための病理、機器設備などの医療資源は限られております。がん患者さん、ご家族の希望に応えるために、IC テクノロジーを駆使して、距離のギャップを埋めて手術中の病理診断を可能とするものです。それではお二方のご講演をお聞きください。新潟県立十日町病院の清崎と申します。がん治療の地域格差を埋める試みを紹介させていただきます。新潟県十日町市を紹介させていただきます。十日町市は
新潟県南西部に位置する豪雪地帯で、信濃川がその中心を流れています。関越自動車道のインターチェンジや上越新幹線の駅は、山を一つ挟んだ南魚沼市にあります。公共交通機関は JR 飯山線、北越急行、北北線、路線バスとなります。そのため、交通の便はあまり良くありません。新潟県立十日町病院です。275床の地域中核病院で、十日町市、津南町、長野県栄村が診療圏になっています。がん医療は専門性が進み、集約化されている現状があります。一方で、地元で治療を希望される患者さんがいらっしゃるのも事実です。がんの手術では、手術中に組織をその場で検査をして手術の判断を必要とする場合があります。当院では、体制ができていないため、手術中の判断が必要な患者さんには、その旨を説明し、体制が整った施設で治療を受けていただくように対応させていただいております。患者さんのご希望に沿えない現状にあります。遠隔病理診断について少し説明させていただきたいと思います。遠隔地の病院において直接組織の診断ができない場合、オンライン画像を用いて専門施設で診断をしていただく方法です。新潟県立十日町病院と新潟県立がんセンター新潟病院との間で、そのシステムを構築して遠隔地においてもその場で組織診断が可能になるよう現在準備中です。システムがうまく稼働すれば、わざわざ遠い施設まで行かなくても地元で治療を受けることが可能になります。病理検査室になる予定のスペースです。2023年1月現在、新潟県立がんセンター新潟病院と新潟県立十日町病院との間で専用回線の設置が整いました。2023年1月30日より改修工事が開始され、2月末で備品の整備を含め、ハード面での整備が完了する予定です。シミュレーションを行った後、2023年3月に稼働を予定しています。当院の外科医、検査技師を紹介させていただきます。このシステムが整うことによって、当院での手術を希望される患者さんのご希望に沿って地元での手術が可能になります。がん治療の地域格差が少しでも埋まるのではないかと期待しております。新潟県立がんセンター新潟病院病理診断科の川崎です。本日は遠隔術中迅速病理診断についてお話しします。術中迅速病理診断は、手術中に行われる病理診断です。限られた時間内に治療が良性か悪性か判断したり、転移や病変部の取り残しがないか調べます。十日町病院では、病理医がいないため、手術中に病理診断は行いませんでした。バーチャルスライドを用いることで、病理医が遠隔地にいてもネットワーク経由で術中迅速病理診断を行えるようになります。ネットワークを介して十日町病院の組織画像を当院で閲覧し、十日町病院の手術室に結果報告をすることができます。バーチャルスライドは病理標本をスキャンして作成された高解像度のデジタルデータです。パソコンの画面上で拡大や縮小ができ、顕微鏡と同じように組織を観察することができます。真ん中の写真がスキャンシステムで、右のサーバーに画像データをアップロードすると、ネットワークを介して遠隔地で組織を観察することができます。
ここで実際の術中迅速病理診断を狂乱します。左の写真は胃の切除標本です。右下にシワの寄った腫瘍病変がありますが、切り口との距離が近くなっています。そこで外科の先生が点線の部分を切り取って腫瘍の残りがあるか確認することにしました。右の写真は病理に提出された切り口の組織で、迅速病理診断で腫瘍の残りはありませんでした。迅速のヘマトキシン溶人染色標本作成には約20分要します。提出された組織をプラスチックの容器に入れ、包埋剤を注入します。これを超低温の液体に入れて瞬時に凍らせます。凍った組織を膜のように薄く切ってスライドグラスに貼り付けます。迅速のヘマトキシン溶人染色標本が上で、同じものを2日かけて作成した通常標本が下です。ルーペ像で比較すると、迅速 HE 標本と比較して通常 HE 標本はピンク色と紫がかった部分が見られます。拡大を上げると胃の粘膜組織が観察されます。腫瘍はなく正常です。迅速 HE 標本と比較して通常の HE 標本はピンク色と紫色のコントラストがはっきりしています。このように迅速 HE 標本は見にくく、病理医は注意深く組織を観察する必要があります。写真は術中迅速組織の画像を閲覧するスペースです。前列真ん中は佐藤院長で、左が私、川崎です。この3月から遠隔術中迅速病理診断開始予定です。まとめになります。新潟県立十日町病院との遠隔術中迅速病理診断は、地域のがん医療の質の向上につながります。また超高齢化社会におけるがん医療において、がん診療連携拠点病院と地域の病院との連携はますます重要になると予想されます。じゃあ、お二人の、講演、ご講演ありがとうございました。それではディスカッションに入らさせていただきます。いろいろと遠隔診療、遠隔病理診断の、課題、それから期待等があるとは思いますが、そもそもこのがんセンターの遠隔病理診断の始まりというのはいつ頃でしたでしょうか？もともとはですね、昔の電話回線使ってたのがあるんですが、1999年ですね。そこから、7年間、近隣の柴田病院と、県立新潟、県立の柴田病院と、というところでやってまして、ただ向こうには病理医がいて、それでコンサルトする形の遠隔病理診断だったということで、病理診断が非常にできる先生であれば必要ないシステムということで、使わなくなったというのが現状です。今はやってません。あれ先生、佐渡島ともやってるけど、佐渡とやっているのは大学だと思います。はい、それは、はい。あと、この最近のこうデジタルトランスフォーメーションなんかで、そのテレパソロジーの流れが変わってきた面とか、いろいろございますでしょうか？はい。先ほどのバーチャルスライドですね。システムが非常に、顕微鏡に近いということで、我々もその診断というよりは、今のところ、この制度管理といって、全国の他の施設との、診断の比較ということで、使うことが多くて、同じものを見て、同じ診断ができるかということでやってまして、見やすいっていうことは見やすいんですが、ただ、やっぱり日頃の顕微鏡で見るものと比べると、自由がちょっとまだ効かないという感じではあります。今後の発展に期待されるところもあるということですね。そうですね。はい。清崎先生、今後のその、十日町地域っていうのは、新潟から離れた豪雪中山間地ということで、人の移動が非常に困難なんですが、この遠隔病理診断に期待するところとか、課題とかございましたらお願いいたします。はい、ありがとうございます。やはりですね、この交通の便が悪いというのがやはり、十日町病院が抱える問題だと思っています。
で、ご高齢の方も多くて、でただ、出生に判断が必要となるという場合が、多々あります。で、そのような場合、ご高齢の方にですね、例えば、新潟市の専門施設に行ってくださいというのは非常に心苦しいところがあります。で、患者さんご自身も、なぜ行かなきゃいけないんですかという声をですね、よくお聞きするんですね。で、まあ、私が、まあ、2年前に赴任して、で、まあ、そういう現状に、直面しましてですね、とにかく赴任した直後から、とにかく、まあ、遠隔病理診断というものを可能にすることで、そのあたりの、まあ、患者さんの、いわゆる、まあ、患者さんにとっての、まあ、デメリットですね、それを、改善できるんではないかと。ということで、この2年間弱ですね、進めてまいりました。で、まあ、今回このシステムが整うということでですね、そのような患者さんにも、地元で、同じような、治療をお受けいただくことが可能になるということで、まあ、非常に、期待しております。以上です。はい、ありがとうございました。佐藤先生にお聞きしたいんですけど、この確か去年のワールドキャンサーデーにおいてもテレパソロジーの話題が岩手県の方の先生でございましたけれども、全国的に見てこの遠隔病理診断というのは新潟県としては、進んでいるのでしょうか、それともまあまだまだというところなんでしょうか。新潟県としておそらく、まあ、今回は県立病院という枠もありまして、まあ、うまく進んでいるかと思います。全体としてはまだなかなかまだまだ進んでないんじゃないかなと思います。先生のこの、お立場からこれからのこの領域の、展望とか ご期待されているところというのはどういうところになりますでしょうか。はい。確かに集約化と進んでいますけれども、やっぱりそこにいらっしゃる患者さんご家族の希望に寄り添うという点ではできるだけまあ効率の良い、そして良質な医療ということで今回のようなですね、まあ、当事者の努力というのは結構必要なんですけども、やはりそういうな必要性に対しては、応えていくのが大事かなと思っております。外科医が非常に少ないと、専攻医も含めて少ないというのが全国的に話題になっておりますが、新潟県もそのような状況でしょうか。そうですね、はい。新潟県は何分医師全体が少ない。で、その中でも特に、まあ、消化外科、あるいは、まあ、産科、小児科といったですね、少ない科はあります。で、さらに、外科医療の高度化に伴いまして、あるいは、ホスピタルボリュームというか、できるだけたくさん症例を重ねるような施設、マンパワー、人員の体制がいいということで、どうしても、まあ、集約化になっているところがあるので、逆に言いますと、そういう意味では、まあ、偏在にもなるわけなので、それをカバーするためには、まあ、こういう取り組みも大事かなと思っています。ちなみに川崎先生の病理医の方は、はい、どんな感じなんでしょうか。病理の方はですね、まあやっぱり偏在してますね。要は新潟市に多くて、新潟市以外では少ない。で、新潟市の、今新潟大学なんですけど、まあ結構若手の、病理の専門医増えてます。ただそういった専門医の先生方が、地域の方には出てませんので、そういった中ではやっぱり偏在が強くて、まあ質のいい医療は提供できていないと思っています。まあ、今回のような遠隔病理診断というアイテムを使いますと、まあ、その偏在をがありながらも、それを生かした、人材を生かした、いろんな活動が今後期待されるというところでしょうか。そうですね。病理としては本当に、病理が皆さんにいい医療を提供する一つのツールになると思いますので、この遠隔病理診断、まあ、まずは十日町病院とうまくというか、順調に進めていければと思っています。清崎先生の方も何かコメントございますでしょうか。はい、ですね、やはり、まあ、こちらの病院では、まあ、外科医としてはですね、まあ、私もこちらに来る前ずっと大学病院にいましたので、外科の提供できることは
提供できるという自信を持ってきたわけですけれども、環境自体がやはり整っていないというところでですね、なかなかその同じような治療を、十日町病院で展開することができないといったようなジレンマがございました。今回のこのシステムが整うということでですね、少しでも、そういったギャップを埋めて、できるだけ患者さんに良質な医療が提供できるんじゃないかなということで、本当に期待をしているというところです。はい。じゃあ、この遠隔病理診断が、かなり、期待されるというシステムで、今後の発展に非常に希望を持って臨みたいと思います。他に何かご質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい。では、ディスカッションの方はこれで終了といたします。どうもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、これまでのご講演とディスカッションを踏まえまして、佐藤信明先生の方から、ワールドキャンサーデー2023へのメッセージをお願いいたします。はい。医療を取り巻く環境は大きく変化しており、医療機関は機能分化と連携、医療の質の向上のための再編統合が進められています。そのような状況であればこそ、同時にがんの患者さんとご家族の希望に寄り添うクローズ・ザ・ケア・ギャップ、がん医療のギャップを埋めようの動きも重要と考えます。ワールドキャンサーデー2023にあたり、がん医療のギャップを埋めようの志を持って、少しでも具体的な行動につながればと思います。本日はご講演いただき誠にありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。はい。それでは3人の先生方、どうもありがとうございました。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 はい。この冬の寒波を吹き飛ばすような講師の先生方の熱い思いと溢れるメッセージを皆様にお届けすることができましたでしょうか。それではこれをもちまして本セッションを終了とさせていただきます。最後までご視聴いただき大変ありがとうございました。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 